棒にロープを結びつけるときや、船舶を係留するときなどに使われる手こ結びの結び方になります。アウトドアでテントの張り紙を固定したり、縄ばしごを作るときの結びとしても活用されます。また、ロープをしっかり引っ張りたいときに、ロープだけを掴んで引っ張るより、この手こ結びを使うことで、しっかりと力強く引くことができる便利な結び方になります。まず、紐の先端が右側に向くようにして、棒の裏側に回します。紐の先端を左側に折り返します。右側で奥の紐の方が上に重なるように、このようにひねって一つ輪っかを作ります。左側に持ってきた紐の先端を元の紐の後ろに重ねます。そうしたら、この紐の先端を右側にできている輪っかに手前から向こうに向けて通します。左右の紐を真横にしっかりと引き締めます。はい、これで手こ結びの結び上がりです。このように手こ結びは簡単に結ぶことができて、そして引っ張る力にとても強い結び方です。ほどくときは簡単で、この元の紐のところを引っ張ると緩むので、スルッとほどくことができます。そして、この手こ結びはロープを強く引きたいけれど、細いロープなどは直接持ってもしっかりつかむことができなくて、うまく引けないというときにも活用できる結び方です。身近にあるもので何でもいいので、しっかりと握ることができるものを一つ用意します。こちらは手持ちのライトになりますが、このライトに手こ結びをしていきます。そして、この手こ結びをしたライトを握って引っ張ることで、ロープを直接持つよりもしっかり力強く引くことができます。覚えておくと、アウトドアなどで活用できるとても便利な結びになります。棒や立ち木にロープを結びつける時だけでなく、ロープをしっかり引きたい時にも活用できる便利な手こ結び、簡単に結ぶこともできるので、ぜひ試してみてください。